どうもこんばんは、オオカミです。本日もオキシゲンノットインクルードをやっていきたいと思います。そっち優先なんだ。こっち優先してほしいんだけどな。まあまあ、でもここ食料大事だから。で、作り終わったら入れなくて、農場。農場？食料。これか。あ、はしごまだいたかもしれない。まあいいや、農場はちょっと後にして、こっち優先してもらおう。もうそろそろ出てくるらしいから。ここをつないでつないでつないで、こっち急いでください。大至急で、配管が、これ何？何をインするの？水。なるほど。水のパイプが、違う。ここまで伸ばさなくてよかったんだ。これで、こう伸ばして、こう、こう、こう。で、ここの配管を解体する。あ、いいね。ストレスも減った。これまだかな？で、電気が必要だから、栽培には電気、照明、どっちがいいんだろう。こっちかな。ここに置きたいから、何マスこれ、3マス。ここから1、2、3マスだから、1、2、3マスで、これで被ってない？ 1、2、3、こうだ。あ、多少被っちゃうか。とりあえずこれ届く？あ、届く。解体、で、ここから出てきた電力をこう持ってきてあげる。ここ終わんないな。機体の入力元なし。あ、そっか、水素ができるから、これで吸い上げないといけないんだ。これでこうやって吸い上げてあげて、で、これをこう、こう、ここ、これでうまくいくんじゃないかな。食料大丈夫だね。ガチャまで 0.7。
これうまくいくのか。こっち、ここで水素を起こして、え、待ってよ、酸素も送んないといけないから、これがいる。ここにドアを置いて、これがいるよね。酸素吸い上げてあげないといけないから、こう、違う、なんかすごいことになった今。なんなんだ今のラグみたいなやつ。配管、換気、こう。で、電力は、あー、電力か。電力どうしよう。電力これじゃ足りないかな。力回してあげて、これが動くから、ん、これが動いて、違う、これが動かないとこっちが動かないから、ここの電力をこうやって回してあげる。これでどうだ。で、バッテリーもできて、あと7日後には発動する。これが、え、何これ、資源不足？え、銅がないってこと？ちょっと待って、ちょっと待って、銅がない。銅がない。銅がない。どうしよう。ここ掘る。ここ。ここ掘るか。とりあえずここ掘ろう。優先して。これでなんとかなるかな。資源なさすぎでしょ。どえらいことになってるんだけど。とりあえずこんな感じで。あ、これでみんなちゃんと寝れてるね。今までこれが来てたから明るさが多分あったと思う。うん、これで銅が取れて、ガチャ、とりあえず何でもいい。大泣き、モグラ、採掘強い、調理しない、あ、調理いらない。お、久々に人が、ナイルズ復活。誰だっけ死んだの、ナイルズだ。また同じナイルズできました。ナイルズくんね、何にしよっか。ナイルズくんは、今、運搬改善、研究、農地。農地かな？農地向いてる？全然向いてないね。採掘だわ。建築は？あ、建設もちょっと向いてる。まあ、建設にしようかな、じゃあ。こんな感じで。
転生してる。いいね。これで、あ、それでスケジュール管理をしてあげないと。ナイルズ君は普通型だ。普通型だ。あ、これでいいんだ。これでまんべんなく賄えるかな。あ、ここなんで密室ドアにしたんだろう。別に密室ドアにする必要はないよね。空気ドアでよかったと思う。で、ここができて、電線未接続？どうして？あれ、優先度は？あ、でもつながるんだ。作り待ちって感じか。あとはここをつないで、で、ここの電力を、ここの電力を重ねないでこう持ってきたい。こっから通す、大型電線として。ちょっと待って、なんか急に動き出したんだけど。素材ダメージとか。あー、まだ吸い込んじゃ、まだダメだね。それまだダメだと思う。ちょっと待って。ちょっと待って、これ。よくない、よくない、これ。いや、どうしよう、電力。仕方ないかな、ここで、とりあえずは。ちょっと待ってよ。これを、まず止める。ダメダメ。早く止めてください。壊れます、機械が。壊れるかな？ダメージ受けてるもんね。そっちじゃないな、こっちだな。これ止めてほしいな。お願い、止めて、早く。あ、止まった。素晴らしい。これで、あ、もう壊れそうじゃない？まあ、とりあえずこれで。で、ここも手動、エアロックにして、パイプが空？どうして？え、どうして空なんだ？これ何？電力不足？なんで？電気こう起きてるしょ？あー、なるほど。こっちにつなげちゃってるからか。どうしたらいいんだ？ちょっと待って、スローで。考えると、とりあえずこれを解体して、こっちから電気が来てるから、これも解体。待ってよ、どうしたらいいんだ。ここまで解体して、ここをこうしてあげればいいのか。ここをこうして、ブリッジ、これだ。ブリッジさせてあげればいいのか。これでこうして、
こうつなぐ。で、これをさらに、ここから、ブリッジさせる。O ボタンで回転。こうだ。で、この電線を、なんで曲がったんだ。ちょっと気持ち悪いな、曲がってると。で、採掘してあげて、こうだ。で、ここを優先してあげて、これでできるかな？できるの遅いな、これ。で、ここの電力を、ここループさせたいと早いのかな、電力って。実は電力ここループさせたらうまく回る？いや、わかんないからちょっとやってみよう。なんか今出たような気がするけど、よくわかんないな。あー、ここ開けたくなかったな。無駄にタイル作んなきゃいけなくなっちゃう。酸素。これで、ここ寝室になってる、ちゃんと。なってない。え、どうしてだろう。寝室。快適なベッド、簡易ベッド。工業用、装飾品。必要高さ4の。あ、装飾品。え、これでいいのかな？これでいい？これぐらいしかないんだけど、今。とりあえずこれで我慢してもらいたい。これでついにここがつながれば。水素を使った電力発電ができる予定。うまくいくかな。ちょっと待ってね。これを。これ土とかも足りてる？土はまだ大丈夫そう。また金使ってた。知らずうちに。パイプ詰まり？ちょっと待って、どうして？パイプ詰まり？あ、それは詰まるよ。こうだよ。で、これで、これは水素が充満してから動かした方がいいのか。何植えたらいいんだろう。マースリーフ。気温20度から50度。茨の種子。
それでどうかな。これでできるだけここ開けない方がいいよねって考えると、ここにはしご作っておこう。もうちょい、あとここのパイプかな。優先度が5になってる。え、水送ってるけど、ちょっと待ってちょっと待って、ここ作んないと。危ない危ない、いった。これでこれで水の厚さ冷えてる。いや35度とか大丈夫かな。とりあえず大丈夫かな。ここのドアって施錠、施錠、これで水素が出てるはず。どこ行くのそれ、君。何拾ってるの、危ないから。水素、あ、水素溜まってきてる、いい感じに。これであとは水素溜まるまで待てばいいか。はい、それではいよいよ次回は水素発電が見れると思います。あれ、なんでここ寝室になってないの。え、タカさん、必要制限の高さ4タイル、1、2、3、4タイル、最大サイズ64タイル。あ、広すぎるってことこれ。80だから削らないといけないんだ。次回ちょっとここも改善したいと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オオカミでした。アディオスアミゴス。またねー。